こうした阿久津の静まる 2P 側は、体重外来ですね、今大会の優勝者となります。さあ、阿久津寝坊が、確定した瞬間に、あ、どうせあの静まる投げしかしないから怖くねえとか言ってましたけど、あ、怖くねえつかつまんねえか、つまんねえと言ってました。さあ、人のプレイをつまんないというのは相当なあれですが、あ、これはダサい。そして角界もちょっと優しい、優しいのがダサい。他の時は悪いです。あ、はい。さあ、後でチェックします。これエキシビションだからいいよね。さあ、投げ、本題出し投げしてきた。すいません、あ、そうやってダイパンするからあのボタン壊れるんですよ。ごめんなさい、さあ、残り時間が15秒を切って、さあ、前転楽園が刺さって、さあ、ちゃんと本当に回せますね、今回。さあ、かけまんでだけでふざけんなよ、とうとう。おーっと、おーっと、さあ、ワンピーから、ワンピー側からはアザース、ツーピー側からは野郎ぶっ殺すと。とんでもない、とんでもないやりとりだ、これ。さあ、プレイヤーの風格が歌われる、疑われる。やめなさい。あと、五段刺さって勝負あり。2本目全くいいところなかった。本当に自決の方が間違いが、そんなことはない。最後まで戦った大地さんに拍手をお願いします。ねえ、というわけで。